ともに6試合ぶりのスターターです。スミスからリバースレイアップ野崎、はい、スミス選手起点でやっぱり攻めようとしてますよね。ラベナ、金丸、奥院にヘトンです。奥院が行く、奥院のフェダーウェイ気味のシュート、まあ、一回ここダックイン来ますね。さあ来た、ここはしっかり決めましたスミスです。最後はラベナ、細川、さあダブルチーム、金丸とオークイン、あそしてネゴロが入っています。決まりました、スリーポイント、アメタリ、やっぱ入れづらいんでしょうね。スミス体流れよく決めました。今日体動いてますね。はい、バックドアですね。バックドア決まった、上田、残り 4.8 秒、あスミス選手が入ってきた、ゾーンです。富山トップの位置から細川来ましたね。北関東でようやく来ました、1本目。あ今もうギデンズ選手が絡みましたね、ギデンズ奥行ってきました。細川フローター決まった。さあこれでもう早速、さあここはミスマッチ、ここミスマッチですね。奥に来る、あノルクルパスを出した、決めた、ラベナ、ラベナ今日2本目のスリー。奥院、金丸が来た、これで1点差。ヘソンに半沢、半沢のディフェンス、ヘソンスピンムーブからエンドワン。山内タフショット決めた、決めました。さあスミスと太田のマッチアップもあります。そこに入るスミスが行く、エンドワン、太田のファウル3つ目です。上田の45度、わあスミス取った、セカンドチャンス、トップオブザキーからヘソン、14点差です。これ決めきると相当大きな1点になります。入った上田、81対66、富山ゲーム1のリベンジを果たします。そして残留争いに向けて大きな1勝を持ち帰ります。